はいどうもこんにちは、ハチさんです。今回もストリートファイター6の実況をさせていただきます。前回の引き続きで初心者のための竜を解説していきたいと思います。その前に前回の動画の補足をさせていただきます。対空には強小竜拳を使ってくださいと言ってしまったんですけど、誤解を招く言い方をしてしまいました。モダンの方はワンボタンで強小竜拳が出ますので、強小竜拳を使ってくださいという言い方になってしまいました。クラシックの方でもモダンの方でもコマンドで弱小竜、中小竜、強小竜拳を使い分けることができますので、そして小竜拳にも微妙な性能差があります。弱小竜拳は発生後でダメージが1100となっております。で中小竜は発生6でダメージは1200、強小竜拳は発生が7でダメージは1400と必殺技の中で最大火力を誇ります。小竜拳は発生やダメージ以外にも微妙な性能差があります。弱小竜拳は自分の真上めくり気味の相手も落としてくれたりします。中小竜拳は弱と強の間ぐらいの性能となってます。で強小竜拳はかなりこう前に出ますね。前に出る相手には強いんですけど、めくり気味の相手には若干厳しいかなといった感じで、そして発生が7フレとなっているので対空が間に合わず地上ガードされてしまうということもありますので、弱中強をですねうまく使い分けて対空をしていただきたいと思います。発生の早い弱小竜拳は万能かと言われたらそうでもなくて、やはり飛距離が出ませんし、手前落ちとかの相手の対空を落とせなかったりします。でダメージが1100となっているので、毎回弱小竜拳で対空していると相手からするとダメージが若干安くなるなということで、相手にプレッシャーが低くなってしまいます。小竜拳は本当にこの使い分けが難しいですので、弱中強のですね小竜拳を使い分けてみてください。そして波動拳と小竜拳対空が様になってきましたら、今度はこの弱波衝撃を使うようにしてみてください。弱波衝撃は全体硬直が35フレとなっていて、通常の波動拳の硬直は47フレですので、なんと12フレームも短くなっています。そしてモーションもかなり似ているので、相手は釣られて前ジャンプをしていきます。そこに対して小竜拳で追撃をすることができます。この弱波衝撃は波動拳フェイントのような感じで使うことができますので、同じようなタイミング同じような距離でいきなりこの弱波衝撃を打つと、相手はビクッとなって前ジャンプしてきて、面白いくらいに小竜拳で落とすことができます。そして弱波衝撃なんですけど、キャミーのアクセルスピンナックルと割と相性がいいです。キャミーは波動拳に合わせてアクセルスピンナックルを振ってくることがよくあります。それに対して弱波衝撃を置いておくとカウンターヒットとなって吹っ飛んでくれます。モダンの方だったらそのまま真空波動拳で追撃、またはパリーダッシュ中足中速度という感じで追撃をすることもできます。ですので波動拳をぶって対空小竜拳ができるようになってきたら、波動拳の合間に弱波衝撃も使ってみてください。そして今回はパリーダッシュとドライブラッシュの解説をさせていただきます。まずはパリーダッシュについておさらいをしていきます。パリー中に前を2回入れるとパリーダッシュして前進してくれます。パリーを押してからレバー前々とやると、どんなに速くても発生が8フレームぐらいはかかってしまいます。すでにご周知されていらっしゃるかと思いますが、最速パリーの入力方法が発売から3週間ぐらいで発見されております。先にレバー前を入れて、その次にレバー前プラスパリーと押すことによって最速でパリーダッシュすることができます。自分が何度か試してみたんですけど、4フレームぐらいが限界でした。最速パリーダッシュに関しては、実は言うと自分は試合でこれができなくて、試合でやろうとすると暴発するということが多々あります。そして次に竜のおすすめのパリーダッシュパーツについて解説していきます。パリーダッシュ中足、パリーダッシュ立ち中盤、パリーダッシュ中ゴス、パリーダッシュ立ち台盤、パリーダッシュ投げ。
ちなみにパリーダッシュ立ち中パン以外にもパリーダッシュ下中パンでも OK です。これはお好みで使ってください。パリーダッシュパーツに関しては最初のうちはこの5つのパーツを覚えていただければ十分です。パリーダッシュ下中足を当てると5フレームの猶予が生まれますので立ち小足が確定します。パリーダッシュ下中足、立ち小足、弱竜巻旋風脚がつながります。私はこれを1ヶ月間ぐらいは使っていたんですけど、全く安定しないということに気がついて、それからは封印をしております。パリーダッシュ下中足が当たっていた場合、私はそのままドライブラッシュに移行するようにしております。もしくは電人連機をストックしている場合、パリーダッシュ中足から雷光波衝撃がつながります。通常の中足だと雷光波衝撃がつながってくれません。パリーダッシュ中足に関しては相手が中央で立っていることが多いなと思ったら奇襲をするように、このように下段技を狙うようにしております。そしてパリーダッシュ立ち中パンなんですけど、これがかなり強力でガードされていたらそのまま投げに行きます。これを繰り返していると相手はパリーダッシュ立ち中パンを当てた後は投げてくるということに気がついて投げ抜けをしようとしてきます。パリーダッシュ立ち中パン後ろ下がりと やることによって相手の投げすかりを誘うことができます。そこに対してクラシックだったら立ち台パン強上段速とゲリという大ダメージの技を与えることができます。立ち中パンに関しては当たっていたらそのままコンボにつなげてください。主にパリーダッシュ立ち中パンに関しては相手の起き上がりに重ねるのが非常に強力です。パリーダッシュ立ち中パンをガードさせた後後ろに入れっぱしておくと絶対に投げられることはありません。しかしパリーダッシュ下中パンは入力したタイミングやめり込み状況等で投げられてしまう場合があります。投げすかりを目的としている方はパリーダッシュ立ち中パンを利用してください。レバーを後ろに入れていれば絶対に投げられることはありません。またパリーダッシュ立ち中パン下中パンをガードさせた後弱小足立ちこパン昇竜拳のヒット確認ができます。投げ暴れやガードをしない相手にぜひ狙ってみてください。そして次にパリーダッシュ中ゴス、パリーダッシュ中ゴスを当てると6フレームの猶予が生まれます。猶予は1フレームしかないんですけど、下中パンドライブラッシュやオーバードライブ上段速投蹴りや画面端だったら下中パンオーバードライブ竜巻旋風脚につなげていきます。パリーダッシュ中ゴスを当てた後ゲージに余裕があればドライブラッシュ、ゲージを2本で済ませたいときはオーバードライブ上段速投蹴りやオーバードライブ竜巻旋風脚を使ってください。ゲージを使ってしまうとバーンアウトしてしまうような状態であればパリーダッシュ中ゴス下中パン中上段速投蹴りを使ってください。ちなみにルークの中段やジュリの中段は発生が21フレームとなっております。リュウの中ゴスは発生が20フレームとなっていますので1フレーム早く中段技を打つことができます。で次にパリーダッシュ立ち台パンについてなんですけど、パリーダッシュ立ち台パンは射程距離がかなり長くて、まあ、判定も強いです。プレイヤーの中にはパリーダッシュを見てからやたらコパン暴れや何かしら動く方がいます。そういった相手に対してパリーダッシュ立ち台パン強波衝撃がカウンターヒットしつながってくれます。パリーダッシュ立ち台パンをガードされた後は有利フレームが2フレームとなりますので、そのまんま投げに行ったりすることもできます。またパリーダッシュ立ち台パンがうまくめり込んでいた場合は下中パンにつなげることができます。立ち中パンよりも下中パンの方が射程が長いですので、パリーダッシュ立ち台パンが当たった後は下中パンにつなげてみてください。そしてプレイヤーの中にはパリーダッシュを見てからドライブインパクトですとかパリーをして防ごうとするプレイヤーも結構おります。そういう相手に対してパリーダッシュ生投げ
相手がドライブインパクトやパリーをやっていても投げだったら確実に投げることができます。マノンやキンバリーはオーバードライブの無敵技がありませんので、パリーを多用してくることがあります。パリーラッシュ打撃と同時にパリーラッシュ投げもですね、選択肢の中に入れてみてください。パリーラッシュ生投げをしてパニッシュカウンター扱いですので、ダメージが2040与えることができます。また地上戦をしていてお互いが膠着症をしていてなかなか手を出さないとなってきた時に、そのまんまパリーダッシュ投げってやると結構通ったりします。パリーダッシュ打撃と投げを使い分けることによって相手はパリーやドライブインパクトをしていればいいというわけではなくなってきます。読み合いが2点3点していきますので、新しい選択肢を重ねていきましょう。リュウのパリーダッシュのパーツについて解説をしました。リュウは弱竜巻を当てた後ステップをして小木攻めを仕掛けることができます。他の必殺技や投げに関してはパリーダッシュをしないと小木攻めを継続することができません。弱中強の昇竜拳を当てた後、弱中竜巻旋風脚を当てた後であればパリーダッシュ投げが確定します。投げた後や即答蹴りの後はパリーダッシュ投げは確定しませんが、パリーダッシュ打撃は確定いたします。竜は弱竜巻以外ではパリーダッシュを使わないと小木攻め継続をすることができませんので、パリーダッシュの頻度が非常に高くなります。ドライブゲージの残量を気にかけながら間合いを詰めたり小木攻めを仕掛けていきましょう。では次回は竜のドライブラッシュについて解説をしていきます。ご視聴どうもありがとうございました。はい。